これより令和6年東日本大震災黙祷及び献花を執り行います。黙祷を始め。13年、丸13年ということで、本当に何年経ってもこの思いは、この日になるたびに思い出させていただく本当にいい機会なんですけども、本当に意図せず亡くなってちょっと悲しい思いしている方もたくさんいますし、うちはたまたま僕ら家族で来てたんですけども、やっぱそういった方がいるってことをちゃんと認識しながら、しっかりと、強く下向きにいつまでもならずに頑張って上向いて生きていかなきゃなって思ってます。多分この気持ちは多分14年目迎えても15年迎えても多分変わらないんだろうっていうふうに思うんですけど、地震があったあの日のことを本当に今のことよりつい最近のことよりやっぱり思い出してしまいますので、そこに関しては、そうですね、何年経っても、あっという間だなって、多分感じてしまいますね。福島の故郷が、僕の故郷福島県にやはりこう、被災して、いろんな人がバラバラになってしまったり、家族がですねバラバラになってしまったり、正直やっぱ若い人が戻ってないんですよね。それこにはどうしても原発っていうところがちょっと残ってしまってるので、やはりそこに関して早くですね、その若い人たちが戻らないと町の復興っていうのがなかなか難しいと思ってるので、そこの整備が早く進んでいけば、僕もそのそれぞれが多分その避難した先で、いろんな経験をして、僕はいつか福島の実家に戻った時は、その今までの経験を生かして町のその福島の地元の復興に生かせればいいなっていうふうには考えているので、一刻もそうですね早くそういった環境になればいいなと思ってます。戻りたいっていう気持ちはあるんですが、僕自身のその三条に避難してきて、三条の方とご縁があって結婚して、子供がいるので、それで状況が変わってくると、やはり今度子供を福島のその放射線がある場所に戻れるかっていうのもまたすごく苦渋の選択になってしまうので、ただ親が向こうに戻っているので、そこもいつか先々のことですね。子供のことを、自分の親のことっていうことを考えていかなきゃいけないステージはいつか来ると思ってますので、この前の大きな地震があった時も、常にやはり備えをしていかなきゃいけないんだなって思う反面、やはりどうしてもあの経験をしたとしてもなかなか突然体が、反応できず外に逃げることもできなかったりとか、最初のうちは水を準備してたりとか食料を準備してたりとかしてても、なかなかやっぱそういったものがちょっと続けられないっていうのが、やはりこう、一緒の課題だなっていうところはあるんですけども、
そうですね、やはりちょっとどこにいても、はい、まあ、安全な場所というのはですね、なかなか難しいんですが、まあ、そういったものをまあ僕は伝える側としては、まあ、経験させていただいているので、はい、ちょっといろいろと伝えていければなと思ってます、はい、そうですね、本当に、まあ、忘れないことが、まあ、とにかくその、まあ、この震災で亡くなってしまった方へのできることというか、やっぱ忘れないこと、そして後世に伝えていくっていうことが大事で、やはりこれを忘れてしまって伝えなかったら何のためにこういったことがあったのか、経験したのかってなってしまうので、まあ、それを伝える、まあ、架け橋にするというか、そういった役割だと自分を感じてますので、やはりそうですね、こういった場、まあ、3.11 になるたびにこういった場所を設けていただいて本当に感謝しております。まあ、突然でしたので、まあ、僕自身お家にいたんですけども、本当に大きな揺れがあって、で、まあ、両親がちょうどその時外出てたの で、まあ、連絡電話しても電話がつながらず、本当に来てるのかわからないっていうところ で津波が来ると言い出し、本当にもう半ばパニックになってたところで、まあ、なんとかみんなとこう家族と合流することができて無事を確認できたんですが、まあ、本当にもう地震、津波、原発というもう本当連続のこと続きで、ちょっとなかなか本当にそうですね、当時のことを思い出すのもちょっと苦しくなるようなのが本音ではあったんですけど、ただまあ一番みんな生きていたので本当に良かったなと思ってます。初めてこの立場でここで出席させていただいたのが2021年で、ちょうど10年という形で、本当にあっという間にさらにそこから経ったなというような記録思いです。そうですね、今三条市には54名の方が引き続き避難されていらっしゃいますので、本当に最後の最後までサポートというものは続けていきたいなというふうに思っております。そうですね、一番多い時では800名を超える方が、まあ、三条市に避難されてこられて、今も54名の方が来られて避難されているわけですので、そこはしっかりと最後までというので、あとまたこういうことが 3.11 の時にまた1年に1回こう私はじめ市民の多くの皆様にまあ、思い出すというか、ご冥福をお祈りする機会というのを設けるのは市としても意義があることなんだなというふうに感じております。で、もちろん避難者の代表の方々のお考えもあるかというふうに思いますけれども、我々の市の方から打ち止めというようなお話をするということは考えておりません。